こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。青月カンナです。さて、今回の動画は今月の高コスパ PC 動画になります。今月も高コスパ PC 選定配信に来てくださった皆様ありがとうございます。かなり多くの方が来てくださってましたよね。学生さんはクリスマスやお年玉、社会人の方だとボーナスなど割と自由に使えるお金が増える時期でもありますからね。確かに、時期的には欲しい人が増えますよね。そんなわけで、早速ですが、12月の高コスパ PC の本題に入っていこうと思います。ではまずは毎度恒例 CPU の価格推移からチェックしていきましょう。左が11月、右が12月の売れ筋 CPU ランキングです。で、パッと見で安くなった CPU ってのはほぼないっぽい？相変わらずライゼンはすげー安いけど。確かに、ライゼンシリーズも数百円とか値上がりしてる感じですね。ただ、一時はすっごい円安でしたが、なんか若干落ち着いたよね。でまあ今のライゼンの価格ってどれくらい安いかっていうと、i5 の K なしと同じ価格でライゼン7が買えます。誰が、こんな未来を予想できただろうか。しかも i5 の12400と同じ価格なんですよね。コア数だけで話をするなら、インテルの6コア6スレッド CPU と同じ値段でライゼンは8コア16スレッドが買える。なんかライゼン初代が出た時くらいのインパクトありますね。で、今回は配信中のコメントで、インテルと AMD の価格を揃えて意識構成してみようって感じでまとまりまして、そうなると、あくまでコスパで考えるなら選択肢としては、AMD はライゼン5 5500、インテルは i3 12100F が当てはまるだろうということに。この2つが、同じ値段っていうのも、かなりぶっ壊れてませんか？いやぶっ壊れてますよ。i3 は4コア8スレッド、ライゼン5は6コア12スレッドです。まあインテルのがシングルは強いか。てか1000円くらいライゼン5のが安いし。マジで意味がわからん。ちなみに先月はライゼン5 5600で考えたんで、今回はせっかくならそれよりも安い CPU にして、打を強くしようって感じですな。ってことで、双方 CPU 選定が終わったところで、早速ですがマザー選び。ライゼンは今すっごい安いんだけど、マザーが枯れてきてるんだよね。これは Amazon で5000番台ライゼンに対応した B550 マザーを調べた結果ですが、価格もかなり高くなってきてるし、何よりどれも在庫が少ない。ライゼンの苦しいのは、マザー選びになりそうですね。ただ配信でリスナーさんと力を合わせ、見つけました。12000円で買えるライゼンマザーを。安っ。まあ当然エントリーモデルなんで、装備としてはしょぼめですが、レビュー見るとライゼン7で動かしてる猛者もいたから大丈夫っぽい。強い。まあこの企画の趣旨的に、グラボが1枚させて、最新ゲームをある程度快適に遊べるっていうコンセプトならこれでも十分すぎるでしょう。で、同じように安価かつある程度信頼性のあるインテルマザーとしては、こちらの MSI3 のマザーが選ばれました。ちなみにこれ13000円となってますが、クーポンが1600円ついているので実質ほぼ AMD と同じ価格ですね。CPU の価格自体は1000円くらい違いましたが、2社ほぼ同じ感じで組めそうですね。ですな。ではここからは共通パーツの選定をしていきます。まずはメモリから。メモリに関しては DDR4 の3200、16GB で見ると、今月もほぼ6000円台といった感じで推移してますね。メモリは安定してお安いですね。で、今回はリスナーさんたちの中から3つの候補をいただきました。まずはコスパ PC 動画の定番クレブさん。SK ハイニクスの子会社ですね。チップが SK ハイニクスなのに安いのがマジで魅力。安い時は5000円台にもなったりしますよね。今月は6100円くらいでしたね。で、次はシリコンパワーさん。一部のシリコンパワー愛好家さんたちからの熱烈なプッシュにより候補入り。まあでも実際 SP3 でこの価格は安い。シリコンパワーさんって保証が長いですよね。そこは結構魅力ですよね。あとは老舗なんで安心感もある。クレブさんに比べると200円高いですが、長期保証と思えばいいかな。で、最後。なんとメモリだと割とお高めなクルーシャルさんがなんと6100円くらいで販売中というのをリスナーさんが発見。これは安い。確かに、クルーシャルさんが、この価格は安い気がしますね。ということでメモリはこの3つでリスナーさんにアンケートを行いました。かなり拮抗していましたが、最終的な結果としましては。
やっぱりクルーシャルさんがこの価格っていうのはすごくいいだろうということで、珍しくクレブさんではないメモリが選ばれました。普段高いものが安いと嬉しいですよね。クルーシャルさんは知名度もトップクラスなんで、やっぱり名前を知ってるメーカーがいいっていう考えもありますよね。ってことでメモリは確定。で、次はストレージ。今回もいつも通り M.2 の 500GB を検索しました。お値段としては安いものだと5000円台前半って感じだね。M.2 も安定して安いですね。で、候補を出していったんですが。まず一つ目。この企画の常連、クルーシャルさんの P1 シリーズですね。500GB でのお値段が5680円。お手頃。無難に人気も高い製品ですね。次に、なんと P1 より安いお値段で売っていたのが、東芝 LE トレーディングっていう会社さんの M.2 で、これも候補に。キオクシアとは違うらしいよ。東芝なのに、キオクシアとは違うって面白いですね。なんかオーディオ系とかの会社みたいです。で、この2つが安かったんで、投票しようと思ったら。ちょっと待ったってことで待ったが入り、ご紹介をいただいたのが、シリコンパワーをこよなく愛する方からのご提案で、このシリコンパワーさんの M.2、1TB がすごくコスパが良いんじゃないかということに。なんかシリコンパワーを愛する人の登場頻度高いな。でも、割とマジで的を得ている意見でして、5000円半ばで 500GB に対し、これ 1TB で8400円くらいなんですよね。容量にしてはすごくコスパがいい。あとはシリコンパワーさん特有の5年という長期保証、そして TLC なので信頼性も非常に高い。ゲームを入れるにしてもこの容量が生きるんじゃないだろうかということで。なんと、普段は 500GB のチョイスなんですが、今回は皆さんの投票の結果、このシリコンパワーさんの 1TB が最もコスパがいいだろうということで選ばれました。まあ、確かに、激安自作企画ではなく高コスパ企画ですからね。数千円でよりコスパがいい製品を選ぶのはいいことですよね。激安だけ考えるなら普段から電源もセミプラグインにする必要ないからね。ってことで、M.2 はこのシリコンパワーさんの 1TB に決定です。まあこれだけあればゲーム入れまくってもいっぱいになるってことは少ないでしょう。では次は電源。まあ電源は無難にいつものやつに、と思ったんだけど、実はここも視聴者さんから別の商品のアイディアが出まして。なんか今回アイディア多いですね。いかんせん配信にピークは800人来てくださっていたんで、人の分だけアイディアが出るという感じの状態でしたね。で、出た商品というのが、このASUSさんのタフシリーズの電源。なんと、同じ 650W ブロンズでクロシコのセミプラグインとほぼ同じお値段。え、タフって、結構、がっつりゲーミング向けのブランドじゃなかったでしたっけ？まあブランドの傾向としては入門モデルも扱っていることが多いですが、電源がこの価格っていうのは驚きましたね。ファンにかなり力が入ってて、そこが強みみたい。じゃあ、今回の電源はこの電源にならなかったんですよね、それが。え、今絶対、この電源になった流れだったのに。確かにタフっていうブランドは魅力、あとはデザインもかっこいい。そこが好きな人はぶっちゃけこれを選んでもいいと思うんですが、問題はケーブルですよね。やっぱいつものこのクロシコ電源が強いのがセミプラグインってとこなんですよ。自作始めたてとかの人、絶対配線で困るでしょ？確かに。これもまたコスパがいい、という言葉の概念ですが、ブランドネームよりは確実な使い勝手、という感じで選ばれた方が多く、投票の結果今回もクロシコですね。ほんと、この電源すごいな。メーカーさん各社にお願いなんですが、セミプラグインでお安い電源、もっとたくさん作ってくださってもいいのよ。ってことで、次はケース。なんですが、いつものド定番ケース。バーサの H26 がなんかよくわかんない値上がり方をしていて、今回は退場です。あ、じゃあ H17 とか H18 とかなら。どっちも配送が2ヶ月先とかです。今回いつもと違いすぎません。ってことで、仕方がないので第2候補。5000円前後のケースで、今回は3つピックアップしました。まず候補1、サーマルテイクさんの S100 というケース。なんとこのお値段でサイドパネルが強化ガラスという本格派。私もこの前のブラックフライデーで購入して、レビューしようと思ってるやつ。で、もう1個の候補ですが、これは実質同じものですが。S100 のホワイトカラーも候補に入りました。このお値段で白が選べる。というのもこのケースの魅力の一つですね。確かに、安いケースって、カラーがほぼないですからね。
ので、最後はゲーミングっぽくしたい方向け。ザルマンさんの S4 プラスというケース。このケースはデフォで RGB LED 搭載のファンが3つもついてきます。ピッカピカですな。デフォで RGB 搭載ファンはすごい。で、こんな感じで出揃った5000円台でお買い得なケースなわけですが、ぶっちゃけこれは優劣つけてもしょうがないんで、お好きなのをどうぞ。まあ、白が欲しい人に黒がコスパいいよって言ってもしょうがないですからね。ですです。今後ケースは3つほど候補を出して、好きなのを選んでもらう。そんな感じで行こうと思います。私はこの中なら黒の S100 が好きかな。では、ここまででグラボ以外の一式のパーツが出揃いましたので、一旦インテル、AMD 双方の価格をまとめますと。ケースが選択制なので、5400円として計算した場合ですが、インテルで組むなら約54000円、AMD なら52500円という結果に。CPU の価格差が、ほぼ、そのままって感じですね。マザーの値段もほぼ同じだったからね。ちなみに最初にも言いましたが、CPU の性能で言うと圧倒的に Ryzen 5が強いんで、インテルが好きな人以外は Ryzen がおすすめかな。ってことで、最後。ゲームをする上での要となるグラボですが、仮に10万円が予算だとするなら、どっちも4万5000円ぐらいは残ってます。なんか今更なんですが、自作のほぼ半分の価格が、グラボってすごいですね。まあそんだけグラフィック性能が大事な時代になったってことですな。で、まあ当然配信でもグラボどうするかが一番時間がかかったわけですが、動画では最終的に絞り込めた3つを紹介して終わろうと思います。まあ小規模じゃないんですが、ご自身のお財布事情などと相談し、最後のグラボは決定してみてくださいということで。まずは一番お安い選択肢のグラボとしては、ほぼ3万円で購入することのできる GTX 1660スーパーがいいと思います。性能としてはフル HD ならば APEX やルニも実はこれで十分。最近、グラボのインフレがやばいですが、実際は、こういうのでいいんだよっていう感じの性能してますよね。4K とか超高フレームレートとか、そういう世界じゃないならこれで十分すぎます。これなら合計も8万5000円。残ったお金で OS ライセンスと好きなキーマウが買えます。では次、候補2。お値段は3万7000円ほどで、RX6600 をおすすめしたいと思います。世代も新しいし、GPU メモリも多い。フル HD で遊べないゲームはほぼないでしょう。これだと合計は9万円くらいですかね。残った1万円は OS ライセンス。という使い方ができる10万ジャスト構成って感じですかね。強いけど、予算はギリギリって感じですね。で最後。最後はとにかく GPU 性能を求める人向け。予算は10万をオーバーしますが、RTX 3060がいいと思います。GPU メモリもより増えて、まあこれなら配信しながら高設定でゲームしても余裕かな。逆に、これ以上のグラボにするのは CPU がボトルネックになる可能性があるので、あまりおすすめではなくなると思います。そういうの求める人は最初からRyzen 7とハイエンドグラボで組みますね。コスパではなくロマンマシンですね。これだと予算はオーバーですが、まあ予算に余裕があるなら、という選択肢としてお考えくださいませ。ということで、今回も高コスパ PC 動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。もう12月なんで、次回はなんと来年なんですよね。1年早い。確かにそう言われるとそうですね。で、今回動画にしたパーツはすべて概要欄にリンクを貼っておきます。あとは、次回も配信で構成を決めていこうと思っておりますので、もしお手好きの方がいましたら、ぜひ配信に遊びに来てみてくださいね。だいたいその月の最初の月曜日に配信するようにしてますよ。では、今回の動画はこの辺で、カンナちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは、